さて、田村正和のオカリナ講座。今日はオカリナをやってて本当に思ったのが、あらゆる楽器の中で一番技術を追求しなくても、難しいことしなくても、楽しめるのがオカリナだろうなというふうにもう肌で感じた、ことを、言っていきたいんだけども、ふるさとね、ふるさとを吹いただけで、多くの人が喜んでくれる、ね、そういうことでね、ふるさとができたらいいんだよ、指がパラパラ動かなくてもいいんだよっていうところでね、やってみたいと思います。それで、大事なのが、フレーズの終わりの長い音になると、必ずそのカウントを、忘れてしまうっていうかね、例えば伴奏なら伴奏がなくてもそうなんだけど、テンポ感を常にキープして演奏していくっていうことがとても大事なんであってね、リズムを崩すと、もちろんテンポが変動するっていう表現はあるんだけども、基本的にはまずテンポをキープしてやっていくのがいいと思います。さて、とりあえずふるさとを吹いてみます。さあ、ここでね、やっぱり、大事なのはブレスとタンギングだよね。タンギングを、基本に持っていって、ところどころ、もちろんタンギングもね、強いタンギング、それから柔らかいタンギング、というものを使い分けてやるのがいいと思います。時々見られるのが、タンギングが、に慣れてないケースね。喉で切るケース。ううという吹き方ね。もちろんこれも奏法の表現の一つとしてあっていいんだけども、それはそういうところに、柔らかい、レガートに近い、音の流れの時に使うんであって、基本的にはタンギングでトゥートゥートゥーっていう演奏を、まず慣れていくことが、いいと思います。 それで、ふるさとなんかもそうなんだけど、3拍子、3拍子4小節ごとに、フレーズの切れ目みたいなのがあります。切れ目があります。そこで、ブレスをするんだけども、その時に、ファファファソラソララシドドを吹いた時に、テンポを、123というね、そういうテンポ感を失わないようにしないと、5小節目にの頭がずれちゃうっていうね、これはねよくあることです。カラオケなんかやってても、何せもうフレーズの終わりになると、やることがないから暇で、ついつい次の、フレーズに、行ってしまうっていうのがもう多く見られますけどもね、そこを、きっちりとその、時間軸をね、キープしてやるのが、とても大事です。ふるさとを基本的に、上手に吹く、まずはタンギングをやって、タンギングで演奏して、できたら4小節ごとのブレス。ね、それができなければ2小節ごとでも
いいと思うんだけども、2小節ごとに まあ、B メロで入ったところと時に、ちょっとその8分音符が増えて、タンギングの時間が割とちょっとなくなるんだけども、ブレスの時間がちょっとなくなったりするんだけども、そういう時もね、ブレスを短い時間で必要な分だけ、補給するっていうブレスなんかも、心がけるといいかもしれないね。そうやってやると、テンポ感、スピード感を、ずっとキープできて、やれると思います。そして、まずはね、このゆっくりした、テンポに合わせて、ふるさとを、まあ、一緒に吹けるといいかな。まあ、やってみましょうかね。もう一回頭から言ってみたいと思います。2回単純に繰り返す伴奏です。はい、2回繰り返してね、まあ、これに沿って、合わせて指の動きの練習をするのもいいかもしれないね。そして、オカリナの中でね、時々便利な機能がありましてね、替え指っていうのがあります。ふるさとの場合 F ですから C がフラットになりますね。途中で、これ何小節目かな 9… 11小節目だったかな。シラシレドシラっていうね、ちょっと8分音符の並んだフレーズがありますけどね、シラシっていうところが、指が、結構難しいって言えば難しいですね。2つの指が、同時に動かなきゃいけない。そのシラシの替え指の、ちょっとコツっていうかね、替え指のネタもちょっと言っておきたいと思います。まず、C のフラット、 C から、右手の、薬指ね、この C のフラットからラを作るやり方ね、右手の中指を落とすと、半音また下がりますね。シーラシシーラシという、動きが、1本指でできるっていう、オカリナの場合はね、もう単純にその、穴が開放されると高い音が出るね、塞ぐと低い音が出るね、まあ、トロンボンのような、そんな解釈でいいんですから、いいですからね。替え指がかなりいろんなところで、使えて、難しいフレーズが簡単になったりすることがあります。ね、それでは、結局もう最終目標として、オカリナをやる場合だったら、ふるさとができればいいんじゃないかなと私は思ってますからね。まあ、もちろん本当いろいろいろんな、運指の激しい曲なんかも、やられると、それはさ楽しみでいいと思いますけどね。技術を追求する必要はない。ね、まあ、ちょっと矛盾するような言い方かもしれないけどもね、そういうふうに思います。使用効果は十分に得られると思います。それでは、田村の、田村正孝のオカリナ講座、今日はふるさとでした。